どうもゆるふわチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ムースーローをね、お店のまかないで作った時にこれ小松菜入れてほしいというリクエストがあってね、もう小松菜入りのムースーローを作ったんですね。まあそしたら超美味しいということでね、まあこれ動画にしてみたらみたいな感じで言われたんで、ちょっとね、この小松菜入りのね、ムースーロー作ってみたいと思います。まあ、ムースーローっていうのはね、中華の基本的な料理で、豚肉とね、卵、で、キクラゲのね、炒め物です。まあ、それにね、この小松菜入れると美味しいってことでね、この小松菜はね、だいたい、一袋に入ってるのの半分ぐらいですね。半分ぐらいの量の小松菜を使っていきたいと思います。では、作ってみましょう。はい、まずですね、最初に準備するやつ、キクラゲですね。このね、竹井商店のキクラゲっていうのがね、もう最近ドハマりしててね、これすげえ美味しいんですよ。なのでね、このキクラゲ、まあ大体乾燥ですんでね、戻します。これね、10分ぐらいかかるんで、料理を始めるね、10分ぐらい前にね、戻しといてください。ちょっとね、軽く沈めてあげてね、これでね、10分間放置しますよ。ゆるふわ。はい、ではね、キクラゲを戻してる間に、こういったね、野菜たちの準備をします。まずね、小松菜ですね。小松菜、この尻尾の方、軽く落としてもらいます。あんまりね、がっつり落とさなくていいです。でね、小松菜っていうのは、こういうところにね、泥がついてます。ここまでね、洗いきれないんで、これは仕方のないことです。これはね、一回、こういうふうにザクザクと、そうですね、3センチ、4センチ、そのぐらいに切ったらね、こういったザルをセットしたね、ボール、こういうところにね、入れて一回ね、洗いますね。まあそうしないとね、こういう泥とかそのまま料理の中に入っちゃうんでね、小松菜は必ず洗ってくださいね。はい、そしたらね、ネギの準備です。ネギはね、この根っこの方、硬い部分、こういうふうにね、軽く落としてもらって、そしたらね、あとは斜めに切っていきます。こんな感じで5、6、7、8枚ぐらいですね。こんな感じでね、ちっちゃいやつ8枚ぐらい準備しますよ。これでね、ちょうどいいぐらいの感じですね。はい、はい、そしたら次、豚肉ですね。これ豚こまですね。こういったね、ロースで切ったりとか、なんかね、肩ロースで切ったりとかするときに、こういう端っこの方とかね、こういった部分がスーパーでも出ちゃうんでね、こういうのをね、細切れとしてね、安く売ってくれますんで、こういったのをね、ちょっと一口大ですね。そんなに、細かくしなくて大丈夫です。お肉はね、美味しいじゃないよ。美味しいのは当然ですけれども、大きい方がね、美味しく感じるんで、まあ、こんな感じで一口大に切ってね、これ逃がしといてあげてください。はい、そしたらね、やっぱりムースーローといったら卵です。この卵もね、先にね、割って溶いておきます。はい、こんな感じでね、卵割って、軽くね、溶いておきますよ。これあんまりね、綺麗に溶かなくて大丈夫です。ざーっとで、こんな感じでね、まあ10回も混ぜればいい感じですね。こんな感じでざっくりと黄身が潰れればいいぐらいの感じで溶いておきますよ。はい、ではキクラゲの方がね、これ戻ったので、これね、準備していきます。まずね、キクラゲっていうのはね、木にくっついてます。まあもちろんね、キノコなんでね、木にくっついてるんですけど、こういったね、石突きの部分、ついてるのがあります。ここはね、かなり硬いので、取っちゃってください。こういうね、石突きの部分、こういうとこですね。これね、かなり硬いです。ここはね、取っちゃってください。はい、そしたらね、キクラゲの方も一口大にね、カットしていきます。結構ね、これでかいんでね、こういう風に食べやすい大きさにカットしていきますよ。はい、こんな感じでね。はい。で、切り物はね、これで全部ですね。はい、これでね、じゃあ作っていきますよ。はい、では続いてね、卵焼いていきます。はい、まずね、火をつけますよ。はい、強火のままで大丈夫ですよ。はい、温まる前にね、油。だいたいね、大さじ半分ぐらいですね。こんな感じで油を温めていきます。で、そしたらね、ここでね、卵を先に焼きますね。
卵を先にね、火を通しておきます。じゃあ、はい。はい、こんな感じで卵を焼いていきますよ。まあ、強火のままで大丈夫です。でね、この卵っていうのはね、きちんと火を通してください。そうしないとね、最後、混ぜ合わせるときにね、料理が濁っちゃうんですね。なのでね、卵っていうのはね、ここで焼くときにね、きちんと混ぜ合わせて焼いてくださいね。で、これ卵焼くときってね、油が少ないとボロボロになっちゃうんです。なのでね、中華料理はね、作るときは油をしっかり使ってください。あのね、油の節約とか、ダイエットとか、そういうふうに考えるんであればね、ちょっと油控えたいなとか思うかもしれませんけれども、中華料理っていうのは基本、油が美味しいんです。なのでね、油はしっかりと使ってくださいね。はい、こんな感じでね、卵の方、きちんと火が通った感じですね。はい。ね、プルンプルンプルンってなりますね。はい、そしたらね、これ一旦逃がしておきますね。はい、こんな感じで。はい、ではね、このまま料理していきます。はい、まずね、豚肉。はい、豚肉もね、きちんと火を通しますよ。豚肉はね、生で食べないようにしてください。無菌豚とかもありますけれどもね、そんな完璧にね、無菌にできるわけじゃありませんからね、豚肉はきちんと火を通してくださいね。はい、豚肉の方ね、完璧に火が通りました。これね、豚肉が硬くなっちゃう前にね、これも逃がしておきます。卵と一緒のところでいいですよ。卵と一緒のところにでもね、置いておいてください。はい、ではね、これから味付けをしていきます。まずね、火を消しますね。はい、ではね、料理の方していきたいと思います。まずね、火はつけてません。この状態でね、まずネギを入れますね。はい、ネギ入れます。さあ。はい、こんな感じでね。そこにね、少しね、生姜を入れてください。生姜、小さじね、だいたい半分ぐらいですね。入れます。はい、そしたらね、火をつけますよ。はい、でん。はい、これね、中火ぐらいにしてください。これね、強火だとね、やっぱ料理っていうのはね、追いつかないんですね。なので中火にしてね、これは火をつけていきますよ。はい、中火でね、炒めていきます。ここでね、軽く香りが出る程度でいいです。そしたらね、お水 100cc 入れます。はい、お水をね、100cc 入れて、そこにね、鶏ガラスープの素入れますね。だいたいね、小さじの3分の1ぐらいです。小さじ3分の1ぐらいね、鶏ガラスープの素入れますね。はい、そしたらね、今度そこにお酒を入れますね。お酒、小さじ1杯ぐらいです。小さじ1杯分ぐらいのね、お酒を入れますね。はい、そしたら今度お醤油です。お醤油もね、だいたい小さじ2杯分ぐらいですね。小さじ2杯分ぐらいのお醤油を入れたら、ここにね、今度、オイスターソースですね。オイスターソースもね、だいたい小さじ2杯分ぐらいですね。小さじ2杯分ぐらい入れます。はい、こんな感じでね。そしたらね、一旦、この調味料たちをね、よく溶かしてください。はい、あとは沸くまでね、待ちますよ。はい、じゃあね、タレの方が沸いてきたらね、今度そこにね、小松菜入れます。まず最初にね、小松菜入れちゃいますね。ざーっと。そしたら、ここでね、キクラゲ入れます。はい、キクラゲね、入れて。ここでね、炒め合わせます。まずね、小松菜にね、火を通します。それがね、一番最初です。あとの材料はね、まあ、キクラゲも火を通すんですけれども、そんなにがっつりね、火を通さなくても大丈夫なもんなんでね。まずここでね、小松菜にしっかりと火を通すっていうイメージでやっていきますよ。はい、小松菜の方ね、この葉っぱの方にね、もう火は通って、茎の方がね、色が変わってきました。茎の方はね、ちょっとシャキシャキ感を出したいんでね、そんなに極端に火入れはしてません。で、このタレの方もね、沸いてきました。これはね、ずっと中火でやってます。ちょっとね、時間かかるかもしれないんですけれども、強火でやるとね、このタレの水分が飛んじゃって、タレがなくなっちゃう可能性もあるんですね。なので中火でね、じっくりとやってます。こんな感じでね、時間をかけて。はい、そしたらね、ここでね、水溶き片栗粉入れますね。少しずつです。少しずつ入れてくださいね。一気にデベーって入れちゃうと、固まっちゃいます、本当に。ボッテボテになっちゃうんでね。
水溶き片栗粉は少しずつ入れてくださいね。でとろみがつく程度、本当に軽くとろみがつく程度でいいですよ。でね、この水溶き片栗粉をきちんとね、火を通さないと本来のとろみ感が出てきません。なのでね、きちんと水溶き片栗粉をね、火を通してください。そうしないと本当に粉っぽさとか出ちゃいます。はい、こんな感じですね。はい、このぐらいのとろみです。はい、いい感じのとろみですね。これ強火でやっちゃうとね、こんなことできないんですよ。とろみがね、ガチガチに固まっちゃって、このボッテボテになっちゃいます。はい、そしたらね、焼いといた肉とね、卵です。これ入れますね。肉と卵で、卵ね、ザクザクザクとこんな感じでね、崩してやってください。で、最後は煽ります。はい、こんな感じでね、肉と卵にね、このタレを混ぜ合わせるような感じでね、やって合わせていきますね。はい、これでね、完成です。簡単でしょ。そしたらね、風味付けのためにね、ここに少しごま油かけます。ごま油小さじ1杯程度ですね。小さじ1杯程度のごま油を入れて、最後くるんくるんとやったらね、はい、これで完成です。はい、ではね、出来上がったムースーロー、これね、盛り付けていきますよ。なんかね、ちょっと中華っぽいお皿でね、ちょっと中華アピールをしてみますね。こんな感じでね、このとろみ具合もね、本当にいい感じです。この卵の黄色も映えてね、なんかすごい綺麗な仕上がりになってますね。小松菜も緑色でとても綺麗です。はい、これでね、小松菜入りムースーローの完成です。小松菜と豚肉と卵、きくらげ、それで作るね、小松菜入りムースーロー完成いたしました。これね、下準備は大変ですけれども、下準備さえしてしまえばね、あとはね、フライパンでパパッと合わせるだけなんです。なのでね、お父さん帰ってくる時間を待つとかね、お母さん帰ってくる時間を待つとかね、そういう時にね、ちゃちゃっと準備しといてね、帰ってきたらささっと合わせるだけの料理です。ものすごく簡単ですしね、本格的な味がしますんでね、これぜひね、試していただきたいです。ではね、ちょっと実食してみますね。はい、ではね、実際食べてみます。まあ、豚肉、小松菜、卵ですね、はい、きくらげ、こんな感じでね、ちょっと食べてみますね。うん、あ、これはうまい。本格的な中華ですよ。うん、これね、小松菜のシャキシャキ感と豚肉のね、プルンとした感じ、あとはね、このきくらげですね、このきくらげのね、このサクサクした感じにね、卵の風味、旨味っていうのがね、非常によく合います。これはね、ご飯にかけるべきですね。ご飯にかけてね、ご飯と一緒にかき込んでください。ぜひね、やってほしいです。はい、今日はね、小松菜入りムースーロー作ってみました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。